ジョン・フランシス・アンドレオリは、アメリカ合衆国、マサチューセッツ州ウースター出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。現在は、サンディエゴ・パドレス参加所属。コネチカット大学に在学中、2011年の MLB ドラフト17巡目で、シカゴ・カブスから指名され、8月13日に契約し、入団。サンカルーキー級アリゾナリーグ・カブスでキャリアを開始した。 その後は、順調にキャリアを重ね、2年目の2013年には、参加 AA 級テネシースモーキーズに、4年目の2015年には、参加トリプ AA、A、級アイオワカブスに昇格。翌2016年は、カブスのスプリングトレーニングに招待選手として参加したが、開幕はマイナーで迎え、メジャー昇格は果たせなかった。カブス参加マイナーでは2017年までプレーし、 最終年となった17年は、参加トリプル A 級アよわで119試合に出場し打率244、14本塁打、49打点、26盗塁の成績を残した。同年オフにフリーエージェントとなった。2018年1月16日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結ぶ。同年は、参加トリプル A 級タコマレイニアーズでのプレーを経て、 5月23日にメジャー初昇格。同日の対オークランドアスレチックス戦において8番、右翼手でメジャー初出場を果たし、ダニエル・ゴセットからメジャー初安打も記録した。この試合に出場した後、5月28日に一旦トリプル A に降格となったが、7月7日に再昇格。再昇格後は2試合に出場した。同年8月18日、 ウェーバーを経て、ボルチモアオリオールズに移籍。一旦は、参加トリプル A 級のノンフォークタイズに配属されたが、2日後の8月20日にメジャー再昇格。昇格後は23試合に出場し、打率232、0本類打、4打点に投類の成績を残した。同年10月31日、ウェーバーを経てマリナーズに復帰。しかし、 翌2019年1月15日にウェーバーを経てテキサスレンジャーズに移籍し、さらにその約2週間後の2月1日にはウェーバーを経てサンフランシスコジャイアンツに移籍。同年のスプリングトレーニングにはジャイアンツの招待選手として参加した。同年3月23日、マイケルリードとのトレードでミネソタツインズへ移籍。参加トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスでプレーしていたが、 6月2日にトレードでマリラーズに3度復帰、参加トリプル A 級タコまでは73試合に出場し打率290、10本類打、32打点の成績を残した。オフに FA となり同年12月20日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結ぶ。翌2020年のスプリングトレーニングには レッドソックスの招待選手として参加したが、同年は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に、伴って、マイナーリーグの全試合が中止され、8月7日に放出された。2021年2月16日にサンディエゴ・パドレスと、マイナー契約を結ぶ。参加トリプル A 級、エルパソチワワズでのプレーを経て5月11日に、アクティブロースター入りし、 同日の対コロラドロッキーズ戦にて3年ぶりのメジャー出場を果たす。その後7試合に出場したが、5月19日にロースター街となり、トリプル A 級エルパソに合流した。イタリア系アメリカ人であり、2017ワールドベースボールクラシックにはイタリア代表として出場している。この大会では、 第一ラウンドプール D で3本塁打を放つ活躍を見せたが、チームは同ラウンドで敗退した。また、2019年ヨーロッパ野球選手権大会、及び2020年東京オリンピックの野球競技、アフリカヨーロッパ予選においてもイタリア代表に選出されている。同じくプロ野球選手のダニエルバード、ルークバード兄弟はいとこに当たる。また、父親は、 アメリカンフットボール選手であり、NFL のニューイングランドペイトリオッツでのプレイ経験がある。ありがとうございます。